ハッピーキャロットです。今日は阿多田島東大資料館に行ってきます。阿多田島へは尾形港から船が出ています。島の人口は約270人。主要産業は漁業です。まずは東大資料館からですね。海のそこかな、やっと宿泊施設海の家温です。東大資料館は琵琶が大量になった。琵琶の実取ってもらいました。おお。東大資料館は1903年に建築されました。海上保安庁の管轄で、現在もソーラー発電を使用し、海の安全を守っている。ボタンを押したら出てきます。あ、そうなんですね、うん、あ、山本さんかわいいっす。西本美雪さん知っとって、大竹出身がずっとこのレイオンの前から並んでるでしょ。あー、並んでましたね。あれを見て憧れのハワイ航路を立てるんですよ。杖、チョコ杖持ってますんで、もしイノシシならこれでカバカバ。さあ、いる。阿多田島神社ですね。ここ石段があのピンクな。おお。これは稲荷大社か。横島まで続いてるんですけど、船オークシャンビュー、牡蠣の養殖が多いんだ阿多田島。阿多田島はどうじゃった。島民の優しさに触れ合い感動したの。温かい島にハッピーグッバイ。